NBC ナンバと、もうそろそろ開始いたします。 NBC ナンバと、今日は 2-on-2 形式ですね。もうそろそろで開始いたします。音声聞こえますかね。音声聞こえてますか。誰か来るとか連絡あったら今のうちに教えてください。お願いします。あ、聞こえてます。ありがとうございます。今日は 2-on-2 形式です。希望がなければランダムで組んじゃいますけども、希望があったら今のうちに組んじゃってください。お願いします。あ、テラさん、大丈夫かな。本日 2-on-2 ルールで行います。 2-on-2 です。打てよ、おい。そろそろ締め切って始めていきますかね。おい、よろしいですか。そろそろ締め切ろうかな。あのフォークはガチャだから。皆さんチームを組んでもらえるとありがたいです。残りがランダムになるからね。あ、ドゥッチさん来たと思った。
はい、X のイベントでまだチーム組んでない人、早めに組んでください。余った人はランダムで組んじゃいます。2on 2で、この間と同じ、WEB なんですけども、1回負けたキャラはもう使えない。キャラ変更はいいんだけど、一回負けたキャラはもう使えない。そういうする組まない。僕も入るよこれ。で、OK。あとは、まあ誰と組んでも面白いかな今日は。はい、ノジアイゼ皆さん聞いてください。あ、もうそろそろ締め切って、あとはランダムで組んじゃいますよ。もうそろそろ締め切って、あとはランダムで組みますよ。いいですか。おう分賃理由了解。あと余ってる人、ユーズル、クレジン、アオバ、トモザ、サソリ、川又テラさん、ウネ、ムラーリ、グッチに書いてんです。テラグッチ、テラさん、グッチ、キエ。川又とかユーズルとか残っちゃダメですよ。サトリとか。あ、背負ってるじゃん。背負くん、オッケー。じゃあいいですか、サルの締め切りですよ。いや、え、圧戦でいいんすか。圧戦でいいんすか。圧戦でオッケー。はい、じゃあ締め切ります。こっから先はランダムで組みます。あ、アブーキ君、あと2回転背負うビルキ君は、これアセンの方が熱いね。
はい、それじゃあランダムで組んじゃいますよ。ジョジョ、あ、ジョジョはね、明日かな。ジョジョは明日かな。わかんねえ。あ、おかしい。あ、じゃあ僕なしでいいよ。ベアさんどう？ベアさんやんない？ベアさん入んない？ X は今日は2オンです。今からランダムで、あの、いや、残りのメンツ、アセンでランダムで組みますんで、そんなことないと思いますけどね。まあ、9時半ぐらいかな。9時半か10時ぐらい。微妙？大丈夫？あ、じゃあ、ベア、ひらがな。今現在チームが決まってない人、今現在チームが決まってない人、こっちに来てカードを引きに来てください。はい、カード1から6まであんのかな。はい、カード引きに来て、カード引きに来てください。あとは川又、川又1枚あげて。あとサソリ、こいさん、こいさん。あとは来てないのがムナーリ、セオ、歌舞伎くん、僕。ムナーリ、歌舞伎くん、セオくん来てください。ムナーリ、歌舞伎くん、セオ、セオくん。ムナーリさんいるの？ムナーリさんいるらしいよ。どこ？ハイパーさんが行っとった。じゃあムナーリさんちょっと飛ばしで。はい、ではご会長、まずじゃあアセンの人、一番のチームから組んでいきます。一番のサソリさん、一番サソリ書けばいい。あ、書いといて、ここに書いてて。ああ、一番もう一人誰？二番、これだ、ムナリ。え、二番。あ、ごめん間違えた。あ、2番はちょっと待って。1番引いた人、1番引いた人。あ、レオさん。うわー、うざけ、うわーだよこれ。2番、はい、2番がムナーリ、歌舞伎くん。3番、クレジン、川本さん、ここ。4番、4はベアさんがさっき持ってたよね。ベアさんと僕、はい、5番、ウネオーバー。はい、6番、私。6番ユーズルと、あと誰残ってるの？6番、
友田六ユーズル友田友田さんなんか見たことないチームいっぱいだね今日はいけるなこれはねえで終わりじゃあカードください何チームあるのこれ 14? すげえ多いな1個シード14?1 個シードになるかね2個だね7トーナメントで2つ違うか普通に7チームトーナメント本日は、ルールは 2-on-2 でトーナメント敗者復活ありありですでキャラクターはキャラクターは何使ってもいいです毎回変えても構いませんですが1回負けたキャラは使いません使えない1回負けたキャラはもう使えませんそれはそのルーザーズに行ってもルーザーズに行ってもだからチーム内で、はい先方で出て、はい、負けて、はい、大将が苦手してくれました、はい、で先方のキャラも1回使えないダメもう使えないじゃあその1人目2人目で同じは OK 2人目はそういうのは OK 何使っても構いませんまあ勝てばいいとはい勝てばいいだけどちょっと困るなこれ本来は、はい、メインキャラで負けたら終わりなんでまあまあね、うん、それに考えたらよろしいですか？よろしいですか？じゃあ読み上げればよろしいですか？倉橋長州焼き鳥バイパーヒデシャルコテ破天荒テミアクザペルオブンチンリュウテラさんグッチサソリセオムナーリ歌舞伎クレあまだクレジン川又ペア2回転ウネ青葉ユーズル友がさあこれをシャッフルはいじゃあ締め切りますよろしいですかはい締め切りますでは選手席でシャッフルストップ OK シードがテ・ミヤとユーズルあなんか変じゃないこれユーズル君の隣だじゃん友田さん友田あこれ消えちゃったごめん友田さんであ合ってるのかうんこれで合ってるじゃあ始めるで14チームだからいいのかじゃあペア2回転のところから、うん皆さんルール聞いてましたか？の試合これ最後でお願いします。上が 1P 下が 2P。上が 1P 下が 2P です。ベア2回転対クレジン川又行きましょう。お、強制。定員怒りの強制終了。はいじゃあやりますよベア2回転が 1P 側クレジン川又が 2P 側です
はい、揃った揃った揃ってない、あ、揃った。はい、今日のルールは、1回キャラは、自由なんですが、1回負けるとそのキャラは使用禁止です。だからメインキャラで1回負けちゃうとルーザーズに行ってもダメなので、相手チームを見ながら考えて出してください。はい、はい、じゃあ座ってください。1P はベアさんの竜で、 2P はクレジンさんの竜だそうです。さあ、多分ダルシムの方だと思うんですが、ひとまず様子見で使わないでみた。ベアさんは確かカプエスとか他の方なんですが、たまに X もやっていたような気がします。もうカプエスっていうと吉尾さん界隈っていう、勝手にそういうあれで。パパ喋る？喋んないの？もう何、今5ばっかりだからいいやみたいな。5もやってないでしょ今。やってるよ。やってる、そこそこに。 X と同じぐらいは、 X よりはやってるかな。じゃあ5でしょ。5の方がやってる。ああ、お、投げられる。今歩き昇竜だったのかな。投げられる。お、今度はみんなメインを後に使うってこと。まあメイン出してもいいですけど、負けたらもう出せません。最後まで出せないんで、よく考えましょうっていうやつです。まあ勝てばいいけど、まあ、特に2オンなんで先方でメイン出しちゃうとちょっと悲惨ちゃい悲惨っていうのはまあありますね。サブキャラで何を使うと。あっと手堅く、ベアさんの勝利。さあこれで川俣さんはまあ何でももう座っちゃってください。まあ竜でもいいんですが。ベア君ってあんな感じでしたっけ。なんか痩せた、もしかして。ガイルになったので、みんななんか1キャラ目はサブキャラ。ガイル竜、さあズイドでおなじみの川俣さん、ガイルも使えますかね。使えるんでしょうね。なんでガイルなんですかね。いや、竜で負けるのはやっぱビビって、まあ1回戦なんでサブで行くのはまあ割と行く人は多いじゃないですか。だって長いから。いや、まあ、ガイルじゃなくてケムとかでもよかったんですけど、勝っても勝っても使えなくなるの。いや、勝ってばいい、勝つのは OK。 なんですかね。お、投げ抜けがない。円柱パンキャンセルソニックで話す。これは仕込んでたのかな。なんかね、真空持ってる竜に受け身を取ると危ないんで、まだ取れなかった。あー、そういうこと。え、真空だけは発生が光るまでが10フレなんで。あ、そうそう、技が漏れちゃうんですよね、受け身で。あ、そういうことか。そう言われるとそうだな。真空だけは受け身すら許されないところが結構あるんで。あ、そういうのを見ると考えたことなかった。竜はね、恵まれてるんですよね。いや、でもこれね、まあ川松さんガイルだから2回転ダルシムとかやってくるでしょ。さあ体力がこれでも2回転に川松組まれたら終わりでしょ。ガイル、え、ガイルが何が2回転のかぶせダルシムに生まれたら終わりでしょ。そういうことです。まあでもルーザーズに行って竜は使える。ほら、やっぱりダルシム。そらそうですよね。そらそうですよね。そんなもんだってキャラ自由なんだから。そら捨て駒でダルシムはみんなそうですよ。川田さん、こんなこと考えてなかったんですよね。
やー 2回転ぐらいいけるっしょみたいな感じじゃないですか。お、いやーいい勝負。さあこれはズイドだけで戦えるのか。ズイドだけで戦っている。いやー高い高いなー高いが今何は安いっすよね。あれ何が最大なんだろう。豆しかないですよ。中古は技なんか入んない。さあこの歩いてくるの、とりあえず歩いてくるのね。さあこれは今のは残ったー。うっ今ショーパンね、多分対空も負けそうですね。相打ちかな。相打ちだったらダブル相打ちでドローになってくれなってもらうしかない。あ今のね、そう歩いてくるとガードじゃ、ガードすればいいです。あの打点のショーパンだったらスライディングで勝てるんじゃないの。いやちょっと近いからくぐるかも、まあ、ショースラスラストスラストとかができれば。あ今のガードガードが一番いいな。あるわ。さあなぜかダルシムにアドバイスをしている。さすがにこうなるときついかな。まだきついですよね。さあどうしよう。どうしようもなさそう。おっという感じ。そう、あ、まあ、やっぱ甘えにはあ死んだか。随度高めの方には甘えは通りませんね。おいいショーあった。これはガイル安全圏。いやまだでしょ。3ヒットした。うまい。いやー今のは痛いな。これは2回転かぶせてバレてしまうのか。これはこれね、これはダルシムインフルの、ね、弱点があるんですけど、2回転インフルの弱点が1点。明らかに明らかに隙が終わってからのファイヤー。さあこれで、これだから2番だね。あ2が打てない。こっちか。はい次、ヒデシャル対倉橋長州。さあ無残にもメインを出さずに負ける、こういうこともあります。ヒデシャル、ヒデシャル 1P、 倉橋長州。倉橋さん、倉橋さんお願いします。ヒデシャルこっち。はい、先方は人とキャラの申告をお願いします。倉橋さん試合ですよ。はい、あの長州さん、倉橋さんにルール教えてくださいね。何使っても構いませんが、一回負けたキャラはもう使いません。一回負けたキャラは使えません、はい、そのトーナメントでもう使えなくなります。さあこれはでも逆にあれですね、ベアさんはもう竜を使ってしまったのでどうするんだろう。 S 竜とか S 系竜とかは別にするの。カップ S で何使いだと思います。え、カップ S で何使ってると思います。ブランカが、わかんない。サガト、ザンギ、ザンギザンギ使いです。ザンギを使う。カップ S のザンギってダッシュがあるからいけるとかでしたっけ。わかりました。はい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 、 OK、1P はシャルリュウです。シャルリュウ対長州剣ですね。お、出しちゃう出しちゃう出しちゃう。これは似立てすると自信満々ですね。これはこのトーナメントで1回負けたキャラはもう二度と使えなくなりますので、はい、もう最後まで使えない。最後ね、これが最後ということですね、はい、負ける前提になってます。次 1P がクサペルを、 2P ウネ、アオバ、用意お願いします。これだから先方でメインキャラ使うのリスク高すぎますよね。先方だとね、うん、みんな使うね、みんな使うね。大丈夫かな。いやー今真空だな。あ、大橋対空で、さあこれはいい感じですね。いい感じ。お、燃えた。おーっとこれは今なんかドーンってボタン押したけど、ボタン押しましたね。何も出ずに投げられる。通常技が出て漏れたところを投げられた感じですね、多分。いやこれはお父さんなんかこう最近やってない感がバリバリ出てるのが怖いですね。そうですね。一応なんか両方2と5半々ぐらいだって言ってます。あ、そうなんですか。2も、うん、まあまあやってるみたいな。まあまあやってる。
言い振り的には。あーとさあ、サルが冷静だぞ。クータツから膝つかみ、運が悪いな。もう一丁、これは投げるよねだなと思った。まあ投げますね、体力的に投げでいいですよね。シャリ流言えない、言えない、言えないやつ、名前が言えない人と対戦ナイス総流からのめくりだと思うけど下がっている。小足でスパッシュと。そうですね、めくり中キックだったらもろぐらいするやつなんで危ないですけど。さあ思いっきり歩いてつかんだぞ。もう一丁からの、うわ、もう一回じゃない、うわ危ない。かなり見苦しい中足連打が見れましたけども。さあヒデさんは何を使うのか。ヒデはここどうなんですかね、落としても差があるからいいやと考えるのか。これ逆ですね。え、僕負けたから。あ、そっか。しかもこれ勝てないな。今日勝てない。あ、さあヒデさんは排水の陣ということでチュンリーをいきなり出してきますね。惜しげもなく投入。いや、なんか繋がってない、ヒット確認ができていない。さあしかしこれはクルージングに入っている、クルージングに入っている。対空が、対空ができてない。今の対空難しいところですね。潜って中キックじゃダメですね。もうちょっと潜り込まないといけないところです。あっとっとっと、うわー振り向いた。ナイス振り向き。しっかり空中にいるうちに落としましたね。あれ、なぜかスピンまで。さあ、飛行剣、飛行剣と、おお、すぐ飛んじゃう星人からのめくり掴んで、表昇竜、これは次に角ですね。角です。でもあの昇竜重なってないんで、思いっきり送らせればスピニングのもできて作る、去るんですけど。全部ダメじゃないですか。 X は大丈夫だと思うんですけどね。大丈夫、竜はとりあえず殺しきれないっぽいですよ、あそこ。あ、竜、あ、じゃあダメかな。でもゼロドットだから波動でいいのか。あ、まさかね、波動で大昇竜でも置いとけば。あーっと、これはおっと嫌な食らい方した。これは出た、レッパが入る、出た昇竜。あー、何やってんの、ど素人、何やってんの。フラハシ、長州、あ、長州が、長州勝っちゃいましたね。剣を残す。さあ、次草ペルオ対ウネ、青葉。はい、ウネ青葉 2P です。はい、誰誰誰決まってる。一回死んだら使えません。はい、別キャラ扱い。さあ、1P は決まってます。上、上、ショーパン相手。はい、OK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 、はい、では両チーム決まりました。はい、クックサホンダです。草ホンダ対エスケ、青葉エスケ始まった。2P 完全読み勝ち。これね、負けないのが重要ですね。そう、そう、先方で勝ってこいより負けるなっていう形ですよ。で、先方勝ってくれると大将が被せられるんで、非常にいいルール。そうなんですよ、先方の大事さがあるという。はい、うわー、まあ出してもしょうがない。おぉ、カラジャン、おいしょ、これうまい。あれ、ムナーリさんって来てます。バイパーさんが来るって言って、うん、来ていない。さあ、リバサで岡間、反撃。おぉ、草本田が、あ、皆さん、あ、次の試合です。あ、潰れる、運が悪い。オーバー、オーバー、おー、ダイヤス減った。い
ろいろと運が悪かった。そうですね、空発あれね、落ちにくいんですよ実は。しゃがみパンチ安定して落ちるんですけど、こんなことしてるとジャンプ強パンだった時に死ぬので。そうですよね、 S 剣しかも痛いですからね。痛いですね。いやー、漏れた大パンが。1ラウンド目が嘘のように。おお。いやー、これはこれはちょっと間違えちゃったかな。結局キャラ差なんだよな。さあ、やはりここは使うしかない。使うしかないですね。さあ、ペルオがバイソン。いや、記録は捨てないけども覚えてます。あ、死んだキャラだけ書いておこうか。まあとりあえず今ヒデチュンリ、ヒデチュンリダメです。ヒデチュンリダメ、はい、あと負けたのはベアさんとニカさんだから。いや、対象戦まで行ってたら先方の人もあるから。トップサホンダでしょ。トップサホンダでしょ。S は別キャラ、 S 別キャラです。誰だ、ベアさんの龍か。さあ、アッパー昇竜がポッてあって、暴れの終盤ヘッドで抜けるシャルリューム。さあ、画面外の運がいい。さあ、体力を盾にガン待ち。おお、やりますな。もうバイソンが待ちを覚えるとなかなか厳しいですよね。このキャラ待ちキャラなんですよ実は。あ、そうですね、待つ方の方が上手い方が大変。でもね、 MB 見てるとそれちょっと自信なくなってくるんですよね。 MB 君でも大会だけですから。そうか、大会だけだとは、うん、ガンガン飛んできて何回落としても飛んでくるからそうですね、ちょっと下がりすぎて強キックに負けているアッパーが。さあ、あっと、これはサービングもうまい。さあ、クレジー出ない。あー、ま、危ないよ。もう今のは5っぽいですね。まあ、MB 君確かにね、玉墓とか倒したりしますからね。そうですね。さあ、これで、ウネガエルを、ウネガエル出しちゃいますね。やっぱ出しちゃいますよね。まあ、ルーザーズ行くよりは使っちゃった方がいいですね。あり、うん、それはそうだな。でも逆にウネガエルが出るってことはホンダは完全に間違ってるじゃないですか。確かに。なんでだろう。確かに。なんか一瞬とかでよかったんじゃないさあ、フォーが IH。 お、うまい。さあ、ソニックが大、ソニックが全部大だ。あれ、正解です。走れ、おー、やれ、投げた。さあ、これは調子を狂わされたまま行っちゃった。7番、次じゃあ先文鎮理由と、ムナーリ歌舞伎くん。ムナーリ歌舞伎くん、歌舞伎くん試合だよ。誰誰誰、キャラは、はいはい、ワンピー OK。 さあ、負けなければずっと使えます、ずっと使えます。
さあ、ムナーリさんが迷ってる。カジュアルムナーリが迷っている。いや、はい、オッケー。はい、じゃあ座ってください。ブンチン・エスフェイロン、ブンチン・エスフェイロン対歌舞伎くんの、歌舞伎くんバイソンです。バイソン、さあ普通に言ったら、これでもエスフェイロンってバイソン結構めんどくさいんじゃないですか。エスフェイロン、まあね、バイソン側がレッグがないのだいぶ違いますね。あー、そっか、普通に突っ込んでもよし、うん、そうなるとエスフェイロンがどうにかこかしたいって感じですかね。そうですね、掴む、こかしてはめられるといつも通り。そうですよね、中足劣化がかなり生きるタイプの、暗い投げ、暗い投げがジャンプコーキック、中足劣化って入ってできないんで、はいはいはい、それだけ要注意です、ね、これも危ない、これも危ない。エスフェイロンといえば中足劣化、投げて始まる、あーブンチン、はいはいはい、はい、あ、普通にホイホイはできるわけですよね。できます、同じですよね。しかもバイソンも投げ返しつかみなので変わらないですね、エスフェイロン側は。やばい、入っちゃった、これがやばいやつ、これは暗い投げで決死の暗い投げだったが、フェイさあ、歌舞伎くん、歌舞伎くん、バイソン使いません。バイソンしか使えない男が、バイソンが消えてしまう。はい、書いておいよ。さあ、ムナリさんは逆に言うと、かぶせていいわけですね。そうです。さあ、フェイロンと、フェイロンと何かにいけるキャラ。次の試合、皇帝破天荒が 1P、 サソリセオが 2P です。次、え、ムナリさん、お、ムナリ DJ、 マジで使うの。これミロン DJ やろうぜの、俺見たことない、アッパーバージョンですよこれ。中期、あー、黄緑ですよね、この色はね。さあ、あ、抜けるやつ、死んだか。まあまあ、ここはガードしかないから、これ死なない、もう知らないですさすがに知らない。さあ、連打してない。あーあー、死んだか。さて、警戒する技を間違えなければ死にませんこれは。なるほど、劣化点がちょっと早い気がするんだけど、気のせいかな。早いです、全部、ね、全部フレーム短いです。あの、発生は、発生も早いはずですよ。発生も早い、中足に立ちやすいんじゃねえかなと。それはありますね、うん、恐ろしいですよね、それ。 あれ、うわ、燃えた、ムナーリ何もできず。というわけで、ベンチンが全キャラ残し、リュウさんも全キャラ残しです。はい、皇帝破天荒とサソリセオ、サソリセオ、サソリセオ、セオくんいる、サソリさん、これランダムのチームなんだけど、ひどすぎますね。スーピーガーです。はい、サソリさんはいない、あ、いたはい、誰ですか。一回負けたから使いません。はい、ワンピー OKオッケー、はい、はい、じゃあ座ってください。先方は皇帝サガット、皇帝サガット対サソリ龍。おっと、龍が普通に出てくる。まあ、倒せば一緒みたいな感じですかね。倒せば一緒ですね、はい、倒せば残るので、あ、ごめんごめん、9ですね、9、あ、こっちか。そう、バーサスで転勤が効かないんですよね。そうなんですよ、なんかでもどれか押せばこれになって、忘れた、やめとこう、なんかね、まあいいや。はい、試合を見てみましょう。今日ね、皇帝君動き見てたんですけど、かなりいいですね。あともうちょっと若者らしい思い切りがあれば。わー、思い切りはサソリの方がいい
まあでも龍サガット最終的にはある程度パナシどころは抑える感じじゃないですかね。うん、多分決め手はないじゃないですよね。そうですね。まあ本当は多分離れてあのタイガーの上から真空で削るが割とメインな気がするんですが、うん、そうですね。さあしっかり。うわー、大滅大滅、ササミの大滅死、ボス王子と言われていますからね。やばい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 、うぅ、しかしこれでゲージが溜まる、前に来る、あああの昇竜、まあタイガーショットも受けられるしってやつですね。あなので今のは上着ショットがいいかな。テラさん、グッチ、焼き鳥ワイパー用意お願いします。さあ対象は破天荒、お色が黒いぞ、黒だ、ダッシュから、さあ大きさに拾っちゃう、さあ大きさに拾ったツケがここに来た、端っこに行く、そう中小流、おっとナイスファイヤーですね今のは。うわー、スカル、うわー、詐欺止めの練習ですね。開幕3番当てて押し攻めいかないはないですわ。あ、そうですね、フォークに遊びの練習ですね。ああもう本当そうですよ、フォークちゃんとトマホーク出してきますからね。うまい。さあこれはサソリの竜だけでも消せれば相当でかいぞ。おっと消せるわけねえだろと、オイルがわからんぞ撃たないよ、まだ反撃ないですね。相変わらずノリノリですねサソリ。うまい、ここは昇竜ではなく真空、痛いの食らう。さあこっから破天荒、ゲージもない状況でどうする。おっとこれわからんぞ、調子乗ったか、あるぞ、おーサソリの竜を消す、もういなくなった、いなくなったぞ。さあ瀬尾はこれはこれはみんな喜んだ方がいいですよ。そうですね、破天荒さんの仕事のおかげでみんなが楽になるという、あ使えないです、ダメダメダメ、もうダメです。まあ、いやーなんかで見たことある、今のはえぐいですね。さあさあ中中戦列っぽかった、うん、昇竜、めぐりが難しい、あれ大キックだと大体当たんないですよね。なんかいや強キックの方がいいですよ、強キックの方がいいよ、うん、強キックでちゃんとめぐりましょうっていうそんだけです。ああそうっすか、なんか中で落ちてく方が良さそうなん、うん、中はね表なんですよね。さあリバサ、昇竜が出した、さあうまいね、出ました、セットプレーになってますね、うーぜー、あー出ました、えぐい、あー出ましたやっぱり強い。さあ破天荒も竜が消える、皇帝くんが下がったね、12、もう使えない。はい次誰、テラさんグッチ対焼き鳥バイパー、テラさんグッチワンピーです、テラさんグッチ対焼き鳥バイパーです、焼き鳥バイパー、はい、進行先方だけキャラも教えてください。はい決まってる、誰はいはい OK、 ワンピー OK、 ワンピーは決まってるが焼き鳥さんは決まらないでしょう。 OK セビも OK、 はいどうぞ、グッチダルシムです、もう行っちゃったダメ、誰ガイル、ガイルじゃないか、グッチダルシム対焼き鳥ザンギ、ザンギ、あーどうでしょうね、強すぎですね、これはもうあれですね、ズイドの戦いですね、うん、
うわー、ピヨッチャー、ピヨッチャーけどこれしか入ってないんだったら何が OK ですね。あれ対抗できてるということはこれはちょっと、これはちょっとまずいか。飛んでる飛んでる飛んでる、うん、うまい。さあとにかくすぐは T2 ショーを打つんだ。いやーこれには焼き鳥さんも苦笑い。おお引っかかる、うわあ。ブッツさんさすがですね、何でも使える。次の試合、テ・ミヤ対クレジン・カワタです。さあ今回はスクリューが入って、これは死んだやつ。これはサギ飛び、スクリュー、しっかり走りこけたら死にます。まあテレポを気分で出すぐらいの思うんですね。そうですね。さあ地上、いや痛いか、これは痛い。なので遠くでファイヤーで燃えてこけてくれたときに、はい、最速でテレポを出すべきだと思うんです。あとこれはここもね、これはファイヤー、中ファイヤー打って前テレポやっとくともう死ななくなる。うっ、さあこれはあまあ飛びますよね。さあ OK とオイリク。さてこれでもバイパーさん誰使うんだ。バイパー何を使う、竜かな、ガイルなのか。ガイルは怖いよ、ガイルは怖いと言っている。まあ逆にホーク使っちゃうもありかな。そうですね、まあ、後ろがテラさんっていうのも考えて、ね、ああバイパーホーク行きますね。あ次ここなんで、ミヤテとクレジンカをまた。さて今のところは、今のところは何も起きていないが、何も起きていない。まあこけたら危ないですからね、これ一瞬で死にますから。ただグッズさんこの組み合わせもやってる気がしますね、うん、うわー何今の、超おっしゃれー、繋がる、あれ繋がりますね。グッチナルシムなんと似たてあるのか。いやーこれダルシムで似たてしたら相当美味しいですよ。うわ、ん、狙ってる、でかいの狙ってる。これはおっと、これは大変、これはサギトビがつく、9しか、9しか、おっと逃げる。さあ露骨にファイダブル台風を狙いに行き、あーダメか、危ないとこでしたね。さあ開幕のトビしっかり落とす、手を伸ばしても台風が間に合うというのが素晴らしいところ。さあとにかく飛んでくる、これはやばいぞ、いけない、あま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 あ、さあまあダルシム仕事しましたね、はい、さあここで逆にでもあれなのかな。さあテラさんはキャミー露骨、この男露骨、いやまあサブキャラ OK ですから。さあ OK、 あれ僕でもこうするわっていう感じですけど、まあそうですよ。うわあ出ない。さあさあこうなるとホーク待てるんじゃなかったですか。まあそうっすね、出ない、あら全然出ない、とても弱いのでは、わかんない、ドロップという指令が来た、めくれがわかんないけど回されて、うまい、吸ってる、これは知らないぞ、あれ坂本スカルですよね、当たらない、チューパンキャノン、チューチュー入って、これはやばい、何かやっている、おー潰れる、いやー潰れるか、あれ初めて見たな、ないよ。さあ、あれ確定があるんですけども、難しいは難しいですね、ミスると死にしい、
うわぁ、ね、大変相手、これは勝負、仕込み失敗ですね、今のはバックジャンプ、うぅー、どうなる、あ、わからん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 、あるよ、あるよ、あるよ、ないよ、さあこれはカスですね。さあこれで、焼き鳥バイパー 14が勝利。次がテミヤ対クレジン川又、やりましょう、はい、テミヤ 1P、 クレジン川又 2P です。テミヤはやっとですね。でクレジン川又はあれ、クレジンさんが龍か、あ、龍で龍だ、ね、川又さんはなんだっけ、ガイル、じゃあガイルまだ生きてる、生きてる、死んでない。はい、決まったら、決まったらこっそり。さあワンピーどうする、誰誰キャラ、はい、オッケーです、オッケー、はい、じゃあイグジットに合わせてコパンを押してください。はい、オッケー、じゃあ座ってください。ワンピーはミヤケン、ミヤケン対クレジンダルシム、いきましょう。これで、2回戦の第1試合ですね。もう一回やってみます。さあクレジンダルシムが、これがメインキャラ、勝利ガード、勝利ケミオツリー、やることちゃんとやれば相当剣が苦しい組み合わせですからね。厳しいですよね、しっかり対抗できると。フレーム、うわっと、フレームはこれやっちまった。そうですね、対空はスライディングだが、それが難しい、もうちょっと早めに出さないといけない。そうで刺さらせる、コパンつかみ、先飛び来る、おっとめくってもう一回、さあピオリチ刺さない、あの位置だと飛べないですね。うーん、苦しい、ミヤケンがあとちょっと取り切れないか、さあ逃げる、おー、うまい、が置いてあった。さあクレジンダルシムも終了。川松さんはでも竜を投入しちゃうのかな。お、投入する、お、川又龍来ましたね、投入しちゃいますね。さあここでまあ見立てすればいいんだろうという感じでありますが、さあ宮健が逆襲、ダイエス2回当てて、しかし足もうまい、投げ返す、お互いちょっと遠いか、そうです、インク、うわ、大足すごい伸びてきた今、まあね、おっと、あれ、スコっちゃいましたね、スコった、スコる、ミラケンがじっくりじっくり押していく、あー、なんか出ちゃった、いやー、台足1回で完全に1回だけでやり直しになる、あれ波動出ない、さあ端っこ詰めて上は見ている、出ますよね、これは手堅い。次の試合、倉橋長州 1P 側、梅青葉 2P 側です。いや、俺、友田さん、友田さん、入力ミスです。さあ、テイダルシムが
ャラを出すためになる。そういうルールじゃない。悪いけど。さあ今のうまいな。あれはなかなかできないやつ。さあテさんは色が違うぞ。いや変えたんですよね。変えたの？あ、そうなんだ。東西線見たら言ってね。あなんかし、年度が変わったからキャラ色を変えたらしいです。1年に1カラーで、はい、そうなんだ。この色懐かしいよな。え、今カーシムさんこれじゃないの？カーシムさんは強キックですね。強キック、うん、あ、そうだっけ。強キックだけ昔から誰も使ってなくて、中キックはジャイアン、あ、ケンゴー、吉村、吉村、ハマー、あの辺がね、あと誰だっけ、チャンプ松崎、あの辺全員この色だったんですよ。もうね、そこさすがにその辺まで行くと僕も分かんないです。さあこれはジャイさんはもう俺がやってる頃には強パンの、あ、違う、ジャックキック、ジャックキック、ね、黒ですね、黒いのシンダルカラーに途中でなったんですよね、はい。さあ硬いが当たる、おーっと、ちょっとの、さあ、テイダルチームいけるのか、川又龍がいなくなればみんな喜ぶぞ。喜びますよ。いい、歩いてるが、真空溜まってしまう、これは怖い。川又さん、なんか当てがいいんですよね。いいですね。怖いんですよね。よーく見ながら前に歩いてガロスですよね。あ、このタイミングでこれやるんだみたいな。うまーい。橋が嫌になったところで突っ込んだら勝利がある。しかもスライディング、苦しい苦しい、スライディング届かない。うまい。届かないとこにいるんだもん。すえ。さあさすがに厳しかった。これでクラハシ長州対ウネ青葉、はい、試合です。クラハシ長州試合です。3番、ワンピー側、長州さんは剣ダメだよね。剣、あれ剣生きてる、生きてる、あ、生きてる、うん、生きてる、さっき見立てしたから、あ、そうはい、誰、スーピーには、青葉 S 剣だけ死んでんだよね、確か。そうですね。オッケー、剣使える、誰、オッケー。さあ誰にしましょう。 2P は決定しました。さあ倉橋さんニヤついてますよ、大丈夫何使います。はいはい、オッケーです。あ、ショーパン、上を押してショーパン、はい、じゃあ座ってください。はい、ワンピーは倉橋 S 剣、ウネ S 流です。 S 流、 S 剣と S 流、いやー、これは久々の倉橋シリーズですね。つわものです。そうですよね、倉橋さんほとんどそこまで上がってんですよね。はい、クラハシリーズに泣かされた人はもう山ほどいますからね、第2戦の頃は、ね、あれは本当にクラハシリーズだなと、はい、アラシーさんも言ってましたもん、クラハシリーズに勝てないとモノ戦は無理8、9、10段が無理っていう、90段か。そうなんですよ、なんか俺がガイルとかでやってる時に、うん、ダルシムでやってるんですよいや、これ上がれないですよみたいなだからその場の全、おおその場の全キャラを見て、はい、あ、これは全部いけるなみたいな時しか出てこない。なんかね、うまいこと龍剣ガエルばっかりの時にダルシムでやって、もうスルッと上がってきました、ね、おっと、ここまではウネがいいペースだが、ちょっと困っている。やはり最後の飛びはうまいですね、はい、じっくりやらせたらやっぱり連携が出ますね。クラハシはやっぱこのね、人対策力が非常に高いので、早いですよね、うん、どん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 こう勝てなくなってくるという、そういうタイプの人ですね。さあ出てない。さあ壊し用には昇竜が当たらない。当たりません。これはエスカラならでは。うっと閉じ込められている。さあ
うーん、どうだろう、ジャンプ強キック勝利大きい、置いてあった、うまい。サウネが HP 死亡、エスケンは逆にあれか、バルログ対策にもなっているということかな。あー、なるほどね、確かに確かに、バルログかは分かりませんが使うのか、エッサが、エッサが、なるほどね、エッサが、これはしかし、これ裏話なんですけども、はい、マッツンさんが、はい、海外に初めて旅立つときに、はいはいはい、エッサガ戦どうしようって話をしてて、はい、で倉橋さんがエスケンならいけるって言って、あ、そうなんですか、うん、でそれでね、エスケンをしばらく練習させたらしいんですよ、はいはい、そういうことがあるので、しかもね、めちゃめちゃ勝ってたんですよ、勝ってた、めちゃめちゃ勝ってた、マッツンさんがエッサガ使ってみて、倉橋さんのエスケンにマジで勝てなかったって言ってた経緯があります。投げる、投げる、おーっと、壊し、ちょっと遅らせ、昇竜、昇竜だったな、多分今の、そうですね、なんで S だと、弾で勝負できるかなってことですか。いや、ね、昇竜無敵をうまく使って画面上がって詰ませる、追い詰められると、うん、逆に、さあ、しかし青葉がうま、あーっと、あー、うわー、ピヨっちゃう、さあ倉橋は S 剣がスロー、レバーに抗議が、さて長州さんは、長州さんは誰を使うのかな、ダルシムとかでもいいですよ別に、長州さんは全キャラ残しですね、まだS 剣、両方 S 剣、逆に、逆に、これ逆にです、青葉 S 下がったとヘイデは結構見ました、あ、そうですか、うん、なんかあんまりイメージないですけどね、そこそこ使ってますね、まあ、S 剣よりも楽な点は結構あるので、このキャラは何キル、あとね、画面端の、中足波動固めか、あれがすげえ気っぽいですわ、中足波動、うん、あら、なんか、まあ、出す技がないんですよね、多分、そうですね、何もないですね、長州いけない、アパカで落とす、青葉のエッサが似たてでリーチ、さあ、ダイヤサイク、これが決まるとかなりペースが変わるぞ、まあでも剣使いの人ってちゃんとサガットに前前詰めれるから、うん、いける、そこまでいけるんだったらいけるってことですよね、多分、そうですね、あ、いい印象ですね、今のは投げる、露骨投げ返す、あっと、サガットの前で投げ返されると、参る、しかも追いかけ直しだぞ、これジャンプ攻撃うまい、さあ、ハード踏ませた、うわっと、取れなかった、今のでかい、タイガーショットが速すぎる、飛んでくるぞ、飛んでる、落とす、うわっ、うわさあ、長州ちょっと困った顔しているが、なんとか取っている、うわあ、いち、ガードできない。マジを狙っているんだ。さあ、これは青葉のペースになっている。出ない。ああ、踏んだ。出ない、出ないぞ、これは勝利、お見事、最後に出た5番、はい、これで俺かな、ユーズル友座対文鎮竜、
ゆうずるともさ対文珍龍です。ゆうずるともさ対文珍龍、お待たせいたしました。ゆうずるともさ 1P、 文珍龍 2P 側でお願いします。さあどうする、次も呼び出しておきます。 1P 側サソリセオ、 2P 側焼き鳥バイパーです。はい、では両チーム決定いたしました。始めていきましょう。 1P 側がユーズルバイソン、 2P 側ブンチンエスフェイロン。ルーザーズありますが、一回負けたキャラは使えません。さあサブサブで始まる。リュウチュンリーを残していくスタイル。先ほどはこのエスフェイロン2立てしましたが、ユーズルが鉄壁グランド差し込んでくる。ヘッドニヤニヤしている。さあホイホイ始まるか。ナイスヘッドですね、今のは。高いのをちゃんと見ていた。さあ、尺合っちゃう。これが痛すぎる。3ヒットでヒット確認をして劣化圏3段まで入っちゃうという危なすぎるキャラ。あれのおかげで下を開けられないので投げがかなり通りやすい。マジリー劣化にヘッド、どうなる、寄ってくる。クレイジーガード、わからんぞ。うわっと死んだか、つかみ返した。わからん、ある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 。うわぁ前飛び勝ったのはユーズルバイソン。さあリュウさんどうする。何使ってもいいですよ。お、リュウヘイロン、マジか。女性でヘイロン使う方はここまでで初めて見ましたね。烈空が出る、烈空が入る。うわっ、あのジャッキックは何だろう、支援客かな。ある、あぶねー。さあどうなる、カンパレ対空落ちてるがきつい。まあ、ここはガード安定。おっ、ネックにヘッド、そして落ちるのは支援客、あるのか。さあリュウフェイロン動きが独特だがなかなか悪くない。クレイジー、これは決定格。さあユーズルに立て、サソリセオ対焼き鳥バイパーです。サソリセオ対焼き鳥バイパーです。いや露骨ですいませんね、危ない。サソリセオ対焼き鳥バイパー、いやーどうしようかな。いいですよ、はい、うん、2人で共有ですか、負けたキャラ。うん、本だけ、本人だけ。あ、サソリさん竜ダメなんですよね。そうリュウサブ、はい、誰ですか。はい、ワンビー OK。 さあサソリリュウがサブならメインは何なんでしょうかね。先に座るの、え、まだ言ってない、まだ言ってない。
はい、じゃあ OK です。サソリケンタ焼き鳥龍、いやなんか結構いい勝負な、なりそうな気がする。そうですね。はい、ですけど。さあ、サソリケンタ焼き鳥龍、これはちょっと意外な開幕ですね。そうですね。まあ焼き鳥さんはサブキャラ使いたがりなので、龍もやってますよね。結構うん、龍うまいですよ。あー踏んじゃう、竜巻荒らして。あサソリはね、やっぱ剣の方は向いてるんじゃねえかと言われるぐらい、あまあ乗り殺してくるんですよね。これはレッパ削れないよね。あれ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 飛ぶよね、逃げる届いた、よえ今のはひどいな。今上りで飛んでるやつなら助かりますね。あーそうですね、ちょっと緩いやつだったんで。さあ端っこ閉じ込めている、もう歩きが速いのでガンガン前足してくる。うわー地獄、空中地獄車、地獄風車ピオル、かっこいい。ここはレッパでミス、レッパが出ない。まあ繋がるから OK みたいな。まあそうですね、あれ結構減るんですよね、はい、もう2ヒットだと減りますよね。さあ大根出ないけど、さあ透かして中ゴス、今の竜だったら食らうとこだったのに処理券出してなかったですね。おっと刺される、焼き鳥ペース、大足中パン波動、手堅い、あるある、あ出ない、まだ打つ、まだ打つ、ちょっと怖がらせ方をしますね。これはさすがにでも厳しい。おお連覇、いやマジかー、これはバイパーさん、あー焼き鳥龍も死ぬ、迷うな。まあでもあれかな、やっぱりまたここもホークで行っておく感じになりますかね。そうですね、まあ瀬尾くんのキャラ結構七色なのでそこは怖いですけど、メインキャラだったらなんとかなるかも。でも瀬尾さんもチュンリーじゃないんですかね。わかんないですよ、わかんない、龍になるかなとは限らない、ベガとかも使うし。あれ膝いく、さあこれでいきなりバイパー怒り爆発、爆発か昇竜だー、はじめ入れ替えて、うまいうまいうまいぞ、うわー、まあ、今も入れ替えてコンボ入れたの非常にいいですね。一気に端っこになった、ね、はい、さあ踏み込む、コンドル回す、中台風、あれ減るぞ、正面一文字出ない、どうだ、うわっと、うまされる、サソリの剣がリチャーゼにリーチ、さあここまでバイパーチームはテラさんグッズ潰すか、なるほど、さっきキャミーも殺してますからね。そうですね、こんなところで負けてやらないですね。出ない出ない、おっと、いける、超台風減った、いやー相打ち、スマホ重ねは読み合い、クソな読み合いだが、あり、うまーい、そこで打つか、一文字読み切ってた。いやーこれはこれは熱かった、まだだ。さあ瀬尾さん誰、チュンリーです、チュンリーです。これはこれは非常に重要なところ。おーちょっと早い、さあフォークでもゲージが溜まる、もう溜まった、踏む、うーわーうわー、おーわからないぞ、これは天章冷たい、今の天章はちょっと難しい局面だったんですけどよく出しましたね。
多分弱じゃないとダメですかね。いや今のは強じゃないかな。強ちゃんと埋まってるやつは強で落とす武器なんで、じゃないと先飛びされるじゃないですか。あ、そうなんですか。あ、そうか、うん、発生的な問題で、そう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 、それを見極められれば一番いいんですよね。あ、まあそうですね。ちょっと高えなと思ったら引き付けだけにして、セオチュンリ久しぶりに見るが、これはどうだ。ピンタで落とす、まあ、システムに持ってくのは得意ですからね。そうですね。さあ焼き鳥寄れない。うわー、ダブルじゃなかった。うわー、俺たち、さあこれしかないと言っている。俺たち、まあそうですね、完全なる俺たち、やるしかねえところでやりきった。やっぱワイパーホーク花がある。これは立ち強キック、つぶす、うまい、やばいやばいやばい、やばい、これはでもこれは超でかい。テンションを出したらさようならのやつですね。そうですね。さあこれで、次準決勝、準決勝です。クレジン川又対倉橋長州、倉橋長州、クレジン川又試合です。クレジン川又が 1P、 倉橋は 2P です。何が残ってんの。イグジットに合わせてコパンです。ショーパン、はい。さあ誰誰、はい、ワンピーオッケー。川又くんもね、全キャラ残ってるから、わかりました。はい、オッケー、座ってください。ワンピークレジンエスダルシム、ザンギか。これでもエスダルシム意外とやりづらいじゃないですか。そうですね、近寄られるとやばいですよね。うん、さあしかし近寄られない、ひよっちゃう。これね、ファイヤーですね。あれ死んだ、繋がってないファイヤーですね、あれ。まあファイヤー、ファイヤー、今日ファイヤー。そう、このタッチキックですね。タッチキックをなんとかしないといけない。まああれは相打ちを取ればザンギ側が体力が強くなるのですが、相打ちもね簡単ではないですからね。うわー、これは悪い。うわー、飛んでる、なんかすごい飛んでる、すごい飛んでる全部飛んでる。 X っぽくはないですね。さて川松さんが、何が残ってるの。全キャラ残ってます。あ、そうなの。まだ負けてないですね。ガイルで似たて、リュウで似たてしてるんで、川松リュウを出していく。長州ザンギが、おーっと、レンジャンジャンプしている。いやー、ピヨンないんだ。ピヨンなかった。あれね、強キックでも発生一緒なんで、今日おすすめですね。あれそうですね、早いですよね。だいたいピヨンる気がするんだけど、うん、中より強の方が資産値が4ぐらい高いから。うまーい、飛ぶよねっていうやつ。さあ、おお、めっちゃ踏み込んでる。踏み込みすぎでは。苦しい。さあ、こんだけハボキ打たれると足元がおろすになる技を出したくない。うまーい。クラッシュ。どうすんのこれ。いやー、どうすんだろう。どうすんだろう。どうすんだろう。うわ。
惨殺された。さあここでどんなクラッシュシリーズが見れるのか。ベータ、スタート、皆さん注目、要塞来ましたよ。さあこれは無敵カラー、無敵カラーなのか小高カラーなのか。小高じゃないんじゃない。あ、小高じゃないな。うーわ、3ヒットしてる。しかもダブル食らう、でかい、高かった。さあここまでは倉橋がダブル様分勝っている。うーまーい、これはどうなる。投げる、開幕歩き投げ。さあ動く要塞とかしている。動く要塞、要塞動いたらダメですよ。まだ飛ぶ、使って。倉橋さんのあのジャンプ中キック代名詞になってますからね。倉橋キックですね。倉橋キックって名前がつくぐらい。うわーっと、いつの間にか画面始まった。珍しい、先ほどのニュース、川又龍が詰められている。こっから守りの倉橋だぞ。あよしで、うおー、昇竜、あーっと、やらざるを得ない、やらざるを得ない。川又が詰められている。あとは裏剣を食らわないように波動拳を打ちつつ上を見るという大変な作業。うわー、倉橋キック炸裂。そんな、さあ川又龍がここで死亡。なんてこった、なんてこった。ゆーずる友座対焼き鳥バイパーで、どうしようこれ。ユーズルバイパーが 1P、 焼き鳥バイパー 2P でお願いします。長州倉橋はすぐ試合なので待っといてください。向こう両全部残り、これと勝った方とやります。オッケー、はい、それでは準決勝始めていきましょう。準決勝第2試合、 1P 側トモザマイソン、 2P 側焼き鳥 X ホーク。さああと2試合、このこれを含めて2試合終わったらルーザーズいきますので、皆さんちょっとお待ちください。今日は人が多いのでちょっと長めになってますね、申し訳ありません。ではトモザバイソンが遠距離戦、トマホークは食らわない。この3つがうまいですね。焼き鳥ホークがまだ100点だぞ。さあグランド刺さって、台風しっかり回す、しっかり回す。この歩きの距離が焼き鳥だけ非常に長い。1回しか食らってないのに死んじゃった。さあこの隙間にグランド打ち込む、これがうまい。もうやっぱりベガ使いっぽい。さあこれは3ヒットしっかりつないで、しっかり回して、し、うわーどうすんの俺。あーうめえマジでうまい。ユーズルが DJ を出す、開幕飛びが入るが捕まえそうな中、まあ DJ 見立てが使命でしょう。ここは手足らで寄らせたくないが、フォークは結構簡単に寄ってくる。しかしコントロダイブがこのように崩られたり
タッチスーパーで落ちたりするのがいいところ。さあ付き合わないユーズル、また行く、あとは上を見るだけ。今のはどうなってくるだろうというタイミング、スラタイクめくりはガードめくりきた、これでピオラされてちゃんと簡単な5ヒットで終了。さあどうする、バイパー追い詰められたぞ。焼き鳥フォーク終了。バイパーまたしてもフォークを出していく、やるしかねえ。ここまで1回も負けていないのはユーズルとバイパーだけ。あ、1キャラも死んでいないのはユーズル、バイパーだけ。さあ読み合った、真ん中に逃げたが、まだトマホークで追ってくる。おっと、うおっ、うっと、これはめくり入った。ちょうどいいタイミングで回していた、すごいな今のは。さあバイパーホーク今日一番強いやつなのか、エンタッチスーパーあれが強え。しかし過信は来ます、今日から、うわ回せない。さあ無理や。さあ焼き鳥バイパー勝ち上がり連戦です。倉橋昌州と試合です。倉橋昌州 1P 側、 2P 側焼き鳥バイパーです。これはウィナーズの決勝です。ソーク残ってる、焼き鳥が死んでんのがザンギ、リュウ、ホーク、残りは使えます。ワイパーさんはまだ1回も負けてません。倉橋さんがエツケンだけ死んでて、長州さんがザンギだけ死んでるですね、合ってますね。ワンピー、ワンピー、はい、誰誰誰、はいはい、 1P は決まり。さあ 1P、2P 両方とも決まりました。それでは座ってください、はい、1P 長州剣、 2P 焼き鳥バイソン、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 いやー実機離れが露呈しましたね。さて焦がして、安い、あれは昇竜まで持っていければ理想。そうっすね、難しいっすね、難しいっすけどね、高めぐらい下がってグランド、おーおーおー、あーおおおお、あれ帰るんだ、いや多分ちょうどいいとこで出したんじゃないですか、たまたま、いや判定もまあまあ強かったはずなんで、いやこれは痛い、タッチスーパー何安い何またまただねまたでしょうね、何ですかねあれ、あれはナメプですわ、ナメプですわ、ああいうことをやっているから最強剣になれないのでは。そうですね、おじいちゃん扱いされる原因ですね。さあ昇竜掴む、掴むタイプ、あといやー暴れて、掴む、あー露骨な投げ合いになった、スーパーグランド、待って、長州剣を消費、倉橋何を使う、でも S 剣以外はいける、あみんないける、ガイルかな、広いのはガイルかな、
あでも分かんないですよ、 DJ とかも強者いたからね。あの僕やりました、うん、同キャラでやりました。同キャラやってた、はい、さあしかし倉橋がいる、倉橋がいるのね。バイソン戦はスタイル古いんですけどマジうまかったですよ。いやうまいと思いますよ、普通に今日ソニックを追っかけてくるっていうのは当時この人しかやってなかったんですよ。今日追いかけて、うん、今日ソニックを追いかけてヘッド余計は全部裏剣食らうんで、あー、うん、さあしかしバイソンモード離して、あと上り強パン耐久ですね、バイソン戦で。あーあれを使うのはもう当時はほんと倉橋スタイルしかいませんでした。怖いところ、いやーガードが硬い、うわっと、うわー飛んでた。今歩いたのかな。さあしっかりリフト、しっかりリフト、裏剣小足、中足、ソニック、あれは安定ですね。次の試合、さあ、大ソニック、これは安定ですね。オアは届かないです。あ、裏剣、うん、今の強ソニック効果ですね。うわっと、しっかりスティール、やっぱりうまい。いや硬いですね。昔全然勝てなかった頃はちょっと思い出しますわ。さあ、バイパーさんはやっぱりフォークなのか竜とか選んじゃわない？いやーないでしょう。いや選びそう。あ、選ばなかった。選ばなかった。なんかずーっと焼き鳥戦法でサブキャラ使ってバイパーが締めるという形で、そうですね、進んでますね。うわー登りキック、垂直キックなんか使うんだ。さあリフトっぽかった。だあ高くねえか。高いけどサマーちょっと高めでも、あ、そうですね。8-7-6か5、あれ5か、5ダブルが、ダブルが6、ダブルが6か。なんですけど判定の位置が変、あの低いんで、そうですね、なんか高いの、高いと高くてもダメな時がある。グラインクあるある。うわー、これは痛い。ダブル食らう、出すしかねえ。そして食らっちゃう。いやー硬い。うわー、あぶねー。が我慢強さで押し切った。今度は待った。同じのは食らわないですね。そうですね。いや中足強キック、しっかり角板を入れていく。危ない、どうなる、回せず、いやー、ちょっと遠い。さあ、ね、上を見られている。これは待たれて画面端が嫌がるだぞ。どうする、おーっといけない。うわー、はまってた。倉橋が超強い。いやー強いなー今のは。というわけでウィナーズはこれで決定ですね。倉橋長州5番、はい、ルーザーズフィネシャル対カペルを、はい、ヒデシャル、クサ、ペルを試合です。試合です。ヒデシャル 1P、 ヒデってチュンリーもうダメだっけ。チュンリーダメ、はい。ルーザーズもダメです。ルーザーズもダメだよ、もちろん。ルーザーズもチュンリー終わってます。いや 2P、 ヒデシャル 1P。 あれ、シャルさんは、シャルくん試合だよ。どこにいんの、あいた。ヒデくんがチュンリーダメ、シャルくんがどこだ。なんか竜じゃなかったっけ。あ、竜か、はい、以外、はい、ワンピー OK、 ツーピーも OK、 ワンピー OK、 はい、じゃあ、はい、OK、 ください。ヒデ DJ、 ヒデ DJ 対ペルオ S バイソン。 S バイソン
いやこれ結構あの分かってないと面倒くさいですよ。ストレート強いもんね。オアが機能するんで、うん、それは竜以外さあダウンする。これこれです。これあの同時に同時に打つとこれ何になるんで、で先飛び投げ合いと中足ストレートが入っちゃうという、ありなんですよねこのやり。これさあひとまずはやっぱりバイソンはさあこれやうちになっちゃう。垂直は痛い、垂直は痛かった。さあ相打ちの前まで寄ってしまうとエアスラが打てない。さあしかし少しでも寄ってしまえば多分中オアで相打ちに取れるはず。あの中足とかも手にストレート当たりますんで振る技がないんですね寄ると。さあ光りそう、光った。さああれはバイソン側が分かってると簡単に簡単に使ってます。さあここでここでパナス技のない状況だとどうするんだろう。さあ歩いて、さあずっと下がってる、ずっと下がってるのも逆に面白い。さあ出ない、オア。さあこれ巻き込まれます。フォー、フォーは使って、いやうまいこと機能しましたね。さあここで草さんがさすがにメインキャラを出すかな、出しましたね。残ってるのはこれしかいない。さあバイソン、Sバイソンを使ったペローさんは逆に次は何を使うのか。確かに。さあしかしまあでも DJ はね、草さんは自信満々にいつも言うので。自信満々ですよね、はい、絶対負けないぐらい言ってますから、ね、言ってますね。さすがに甘えは通さない。さあ投げて大パンで踏んで大足、中台が、ま、中台が今も繋がらないぞ。おあるのか、あるのか、あるのか、なかった。さあシャルさんはバイソン出すのかな。ねえザンギステージ早いよね。相手はここ皇帝破天荒です。シャルバイソン本気だぞ。うまい、見えてる。いや痛いな今の。ピヨンないピヨンないピヨンないけど中足もう6回ぐらい食らってる。クソキャラ、ボタン押せるだけじゃないですかこれ。いやお手軽、ね、お手軽ですね。お手軽とはこのことです。このキャラな何が投げる投げる、なんで最強じゃないですかこれ。投げる、もう一回投げちゃう。おーい、さあパス、評判を落とす一方のチュンリースカイ。グッチさんがトイレに行っちゃったまだ時間かかるでしょ時間かかんなかったですね。これは6番だな。では先方考えてください。グッチさんも教えだよ。皇帝破天荒、でも皇帝破天荒って両方ともメインないですね。メイン使いましたよね。はい、サガット竜の両方ともメインが消えてる。ワンピー OK です、ワンピー OK です。まだ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 、オッケー、はい、オッケー、皇帝竜グッチバイソン、バイソン。さあ最初に死んだのがヒリシャルチームという結構意外な感じですわね。これはそうですね。次の試合じゃあ呼び出しとしとくか。南回転対分身自由だ。上上、うん、上から。グッチバイソンがどうするか。
いやー、これ一応クレンジーで入れ替えて、破天荒さんサブキャラなんだろうな、エッサガが持ってるんだね、そういえばエッサガは、そうですね、まあ、エッサガしかないのかな、エッサガしかないんじゃないかな、スカム、強いバンクランド、あそこの総理を待たれると本当にきつい、待たしても5終わり、クレイジー削り殺し、さあ皇帝は龍も死亡、さあ破天荒龍、破天荒何を出す、エース龍、エース龍、今回のこのルールなんですけどもどうですか、はい、今回のこのルールなんですけどどうですか、いや、ついにあの土曜の大会でもやるんかいって、あ、やりますやります、あの土曜バーサス相当久しぶりなんであ、そうだね、日曜ばっかの NBC はほとんどもう来てないですね、1年ぐらい、さあ、ファイヤーハードが機能して、おっと歩きアッパー、しゃがみ中パンとかで暴れたのかな、立ってましたからね、あ、じゃあな投げかな、円中パンが出ちゃった、うん、あ、まただ、おっと、いい勝利、めくり立つ巻き始まるよ、わかんないよこれ、2V1、さあ、しかしクレイジーガルハイバイトが弾き取って、これは厳しい、次の試合、ベア2回転が 1P、ブンチンリュウ 2P です、まあ、波動拳が結構ね、速くて面食らうんですよね、あ、伸びてる、あるか、まあ、ダイボスがないので、アッパーで終わっちゃうだけちょっと怖い、おおっと、これは痛い、ある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 、破天荒エスリーあるか、おぉでかい、うわ、下がっちゃった、あっあっ削られる、ジャンプ競技機だったら勝てた、はい、というわけでグッチケラさんが勝利、はい、次、ベア2回転とブンチンリュウ、ブンチンリュウ試合でーす、ブンチンさん、さあ、ベア2回、ベアさんは竜使ったけど、2回転さんバイソン使ったかな、使ってない、ダルシム2回転バイソンは生きてます、で、ブンチン竜も両方メインが生きているはずですね、誰、はい、1P は OK、 2P、 はい、ベア2回転、2回転さんはバイソン生きていますが、はい、誰、はい、じゃあ座ってください、ベアザンギ対、ブンチンエクスフェイロン、さあ、ベアさんはアップエースだとザンギを使うということですが、果たしてカップエースにフェイロンはいないぞ、さあ、でもそれっぽい、ちゃんと歩いて、いやー巻き込まれる、痛い、7ヒット、7ヒットでガードしてるけど、いやー痛い、これは痛い、これは一つのシステムの洗礼を受けてますね、さあ対象図が分からない、潰される、いやー巻き込まれた、いやーこれは厳しい、さあ、これで2回転さんはメインを使うかな、使わない、使わないよ、ここまで来て、さあ、これはナメプですわ、さあ、フェイロンなんて、フェイロンなんてキャラ差でええねんと、さあ、これはやばいぞ、これはやばいぞ、あー、繋がんない、
さあ待ってる、待ち方を分かっている。しかし端、さあまさかの大ゴロゴロ、大ゴロゴロからの小ゴロゴロ。さあスライディング、ゴロゴロ速い、投げて、さあめくりからピオル。バルログはね、あれ中央であれなっちゃうんでよくわかんないですよね。薄いからこその変なアタック。さあヒョウに行く。さあフェイロンはガードしづらいぞ。さあ支援がスカル。さあクルージングに入って、どうすんだこれ、どうすんだこれ。いやー厳しい、厳しかった。さあここで大将リュウ、さすがにメインキャラでいきますね。さあしかしバールログチュンリーはさあガツガツいく。今日が今日の体勢があるかでかなり変わってくるぞ。さあわかんない、ガード繋げて早出し。さあこれには苦笑い。さあこれが今の一つです。さあ端に投げてゴロゴロ、バックラッシュでゲージを貯める。対空して今日が分かんない、今日が分かんない、逆に出て投げに。さあ待ってるぞこの男。ゴロゴロが引っかかって逃げる。いやー安心安全のしゃがみ中詰めでした。次はここかな、クサペルオ対サソリセオ。はい、クサベルオとサソリセオいます、いますか、いた、サソリさんいますか、会長はいない、いない、サソリさんですよ、いる、いない。さあ瀬尾さんも、瀬尾さんもサソリさんの行方はわからない。どうしよう。はいはい、じゃあ瀬尾くん先方確定で。瀬尾さんも探しに行った。え、ところで 1P は誰？あ、キャラは？はい、いない、帰った、いない。じゃあまあ瀬尾くんとりあえず先方で。キャラは、はい、じゃあ OK です。はい、ペルオ龍対瀬尾龍。ペルオ龍対瀬尾龍。瀬尾さんってチュンリーダメなんだ。ああもう死んだ。さあ勝利さんがいません。ワンチャンあるよ、ワンチャンある、ワンチャンはある。キャラさんはない。さあ飛んでいく、投げて受け身がない。これどっち、ペルオが、ペルオがピオル、うわあるよペルオ。さあ2人とも飛んでるだけだぞ。ファイヤーで燃える。しかし燃えゲージを貯めていく。まあ、テクいところが特になかった。勝利待たれた。投げて、うわー真空、まさかないですね。さあテクいところをなくしていくのが勝つための秘訣です。シンプルにいこう。
はい、うまい竜巻で揺らいってめくっといて、かなり中層理体験中ゴス。さあ、シンクしっかり見えてから、見てから、さあ、て、ここで草さんが、草君はチュンリーは生きている、チュンリー生きてますね。さあ、一瞬で選びました、言うまでもなくチュンリー。いやー、これでも分かんないですね。飛ぶ、ミステル、ミステルよ。さあ、これは瀬尾流にビビっているということにしておきましょう。もともとチュンリー戦は大好きな瀬尾流。どうなる、うわーっと歩き投げ、高いダイパー、竜巻、巻き込む、エクスパーが乗り移る、あーっと、ーノーノーと打ってきた。なんだろう今の、なんか出しちゃった。さあ、サソリどこに行った、早く来てくれ。ファイヤーハノー押していく、押し方がうまいが、ここで落とす。さあ、仕込んでる、仕込んでる、逃げる、うまい、うおあれ、逃げる、バランス上から下、あそこ飛ぶの、ほんとチュンリーとか考えることがわからん出るのか、出ないよ、出ないよ、出て、恐竜しっかり置いてやる。ですよね、まあ、あれで抜ける感じになっちゃいますからね、今のは。もう一回溜め直してればスプリング抜けもあったんですけれども、さあ、瀬尾が、おお、うわっ、痛い、まだ暴れる、勝利暴れる、メンテリタスを食らって、さあ、ゲージを持っているリュウが前に来る、ここで逃げる、うまい、バランス避けて、さあ、ゲージ力が悪い、おお、投げられる、ノーノーと大足空中、さあ、もうバレてるぞ、さあ出た、さすがに出た。さあ、サソリいなければこれで終わりです。いないですかね、サソリ、帰った、いない、いないです、いないです。なるほど、終了です、終了です。残念、むしろ瀬尾さんもなぜ見失っていたっていうことで、見失っていた、ルーザーズ知らずに帰った。ムナーリ歌舞伎くん、ムナーリ歌舞伎くん、ワンピガーです。てみやツーピガーで、ほんと適当に飛びますね、あの男はい、もうめんどくさいんで、はい、まあ、ガンガン行きますよ、ガンガン行きますよ、キャラを教えて。その後、テラさん、グッチ、ワンピー、ウネ、アオバ、ツーピーです。誰、誰、誰、て、て、ミヤ、て、ミヤ、て、ミヤ、誰、はい、ワンピー OK、ツーピーは、ツーピー OK、 はい、座って、あ、上、ショーパン、ショーパン、はい、OK です。歌舞伎くん、フェイロン、て、エスフェイロンです、エスフェイロン、これはね、どうだったかな、エスフェイロンも結構いけんすよね、相当いけますね、そうですよね、あ、いや、ちょっと S の方が有利っていう、デッカが強いから、うん、X の方がきついんだったかな、レあれ、なんか、気負んないだ、あいやもう分かんないですね、これはこれもう分かんねえなってやつですね。おっと、繋がらない、これがね、確定なんですよ、確定ね。スーパーフェイロンは昔結構使い手がいましたね。ああ、そうですね、うん、あの手軽に勝てるというだー、あれ、なんか両方でっかけ難しいです、若干ぐだっている、だー、あー、やばいやつやばいやつ、試合が早すぎる。さあ、これでムナーリさんが、まあ、好きなキャラを使ってもらいましょう。残ってる、まだ使ってない、竜でいく、ミヤケンがないんだよね、もうね、あ、ケンいないんだっけ、うん、
献身だから。さあ出ない。うわあぐちゃぐちゃにぐちゃぐちゃになりそうですわ今。さあこれはやばい。ちょうどいい飛びがものすごい減る。あれ6割ぐらいいくんですよね。うん、この歩きが怖え。今ジャンプ強パンで飛んでますけど、あ竜のアッパーを潰すというくっそやばい技ですね。あの昔あのハナシーさんが D ガエルには S ヘイロンだって言ってリフトとあの立ち台キックを両方潰すとかなんとか言ってやってました。もうその前に入れば俺の勝ちだって言ってましたよ。すごい、はい、あの両方潰すらしいです。あしばら耐久されるよね。あだそのより前ずっと歩きガード、ずっと歩きガード、ずっと歩きガード。さてエスフェイロンが何気にいい動き。そうですね、たまにやってる感じの動きです。そうですね、まあ、これはもう見るだけで分かるぐらいのシンプルさ、はい、本当にここだけここだけ CPS 版ですね、はい、いやーどうしよう、うわムナーリ下がっと使わず。これは参ったね。次はムナーリ株式君死亡。どこだ、上か上だな。ベア2回転対草ベルオ。こっちやね、こっちこっちこっち。テラサングッチ対ウネアオバ。はい、それそれです。テラサングッチ 1P、 ウネアオバ 2P です。あら終わり。じゃあどうすんの、俺2回やっていいの。1人。ああはい、しょうがない。はい、お疲れです。お疲れ様です。まあ俺もそんなにだけどね。ウネアオバ 2P 早く。はい、誰、ちょっと今日は長丁場になってるんで、みんな早く早く早く。誰、もう分かんないから誰。俺バイソンも DJ も使えないんだけどどうしよう。そうか、はいはい、 OK、 1P テラバイソン、はい、2P ウネガエル、はい、あはい OK。 次ベア2回転対クサペローです。用意お願いします。誰誰、キャラキャラ、はい、ナイス。さあ先方はテラさんバイソン、なんか流流でいいじゃんみたいなこと言ってたんだけど、バイソン出てきましたね。アオババルドが残っているのでこういうことになったんでしょう。アオバさんが S 剣と S 差がつぶしですね今のところ。さあウネペースだが、おっと中足打つ。ワンピーが2人ともメインキャラ使わないで終わりそうな感じがしてきたんですけど、まだ使ってないですかね。うん、ありそうじゃない。まあそれはそれです。僕も使ってないな、そういえば。うまい。さ あ抜けてない、抜けてないぞ。投げ返す、でかい。ウネペース、おお、やりよった。さあグッチ、青葉バルドクがいることを考えてどう出るか。テラさんがバイソン、メモってるメモってる。お竜、さすがに竜、竜っち竜。おっと、まあノリノリですね、さすがウネ君。スタブが入る、でかい。パツマッキー、うーっ、ダイゴス、グダってるよ。すごいな、踏まない。あー、先に打ってた。あれは出しどころですね。そうですね。さあ、ウネガエルはここまでだいぶ温存していたので、ここを勝ちたいところは。出ない、
ー受けてぐっちり、ここを落とすと終わりだぞ。竜巻中骨ガード、だが投げまで連携されて勝利落として、さあ削りきつい、さあマーオがしっかりガード、さあうねがえる終了、うねがえる終了で、青葉さんはバルログが使える、使える、 S 剣 S 坂がダメ、まあバルログ来ますよね、来ますよ、ここが勝負どころ、どっちが生き残るんだ、開幕ハイクロ、さあうまい、だー投げる、広い、でもあのぐらいじゃないとジャッテーラーだった時にお釣りが入んないんですよ、おうまい、超うまい、うまーい、歩いて大足コンピューターかな、うまーい、おー仕込んでる、グッチ保険で入力してた、これがエクサー優勝、そしてなんだっけ XS と準優勝の力、痛い、いやーこれは痛いすげえ痛い、さあ溜まって、うわーハイクロー、まあハイクローですよね、しゃあないですね、さあしかしグッチ1ラウンド目非常に良かった、さあ入るめくりゃガード、さあハイクローどうなる、落としたガード、勝利、うわーなんだなんだ今の、うわーだーやらかしたさあしょうがないですね、はい、では7でベア2回転草ペルを、はい、誰だっけ、誰だっけ、いやん、あ逆だ、はい、ベア2回転は誰、ベアさん、はい OK、ベアチュンリー対、ペロなんだっけ、 S 剣チュンリー、 S 剣です、さあ S 剣が見事に出たところで、でも多分 S 剣の方がいけるんじゃないですかね、剣は、そんなことない、やりやすそうな気はする、いやー、S 剣の方がいいだろうな、この次はテイ・ミヤ対ウネ・アオバ、S 剣だから今踏みましたね、攻撃判定が下に薄いので踏みやすい、はは暴れまくっている、ああ読んでた、当たんない、波動拳、さあしっかり昇竜で、2回転さんはバイソン残ってんですよね、2回転さんはダルシムだけダメ、お、バイソン出た、さあ S 剣バイソン、さあようやく出てきた2回転バイソン、さあ大足にグランドオア、オア、そう、あの足払いのように使うグラウンドがね、いやらしいんですよね、さあ投げられてヘッド溜まってる、垂直大足に昇竜で投げる、投げ抜け安定、避けて置いてある昇竜、甘い飛びにグラウンドアッパーからヘッドで荒らす、
さあこの辺はやはり経験値が出ている。さあ早かった、垂直相打ち、これは痛い。さあなんかすごい今のところミスなく、ミスなく押し切った。さあプレケダモノ道始まりますよ。プレケダモノ道前哨戦、クサチュンリー対2回転バイソン。さあまだね2ヶ月先ですからね。さあしっかり返して中足から投げ、さあここから十先はもう始まっているぞ。ここで荒らし切った方が有利になるかもしれない。投げる、投げ抜けがない、飛ぶ。さあゼロドット、今のはどうでしょうね、難しいですね。クレイジーがなくなったのを見て機構を置くというね。さあツーツー、さあやはりチュンリー戦のバイソンはターンパンチをねうまくガードさせるのが重要ですね。さあ中足振ってんじゃねえよのクレイジー、暴れてんじゃねえよのつかみ。さあスピワは見てからアッパー。さあこれはお互いにいい感じに荒らしてますが、さあテンションを見てつかむ、スリー飛んでスカってヘッド、めくり強キック、掴んでヘッドガード。さあ逃げてゲージを貯めて、さあ掴みを待っている、垂直でバレバレ、バレバレだった、さすがにバレバレだった。2回転さんだから2番、次は、もう分かんない。手宮対ウネ青葉、手宮ウネ青葉 1P です。もう酸素が足りません。優勝したぜ。いやまだです、まだまだまだゼロ戦です。まだまだゼロ回戦は2回転の軍配ですね。で、手、ミア両方メインはいないのか、手さんはいるか。手さんがね、ダルシム死んでる。ミアさんも剣いないよね。で、青葉さんはいると。はい、誰、はい。はい、OK。OK。両者、座ってください。はい、手、エスフェイロン。青葉、バルログです。あー、出ました。出ましたね。まあ、出ますよね。ミアさんはでも S 剣とかいるのかな、S 剣は残って、X 剣だけ、X 剣だけかな今のとこ。さあこれどうするんだろう。結構今日は長丁場になってますが、皆さんを頑張ってみてください。テラーテラー、これきついな。なんとかして転ばすか、なんとかして軽投げを入れるだけしか勝ち目がないですね。そうですね、手投げ、手投げ入れる前になるしかないですね。歩いてって支援ぶっ込むぐらいの勢いがないと、はい、だー、いやーくぐったのに、ファンのがよ今の、今のね多分劣化でいけますね。あ、いけるのか、はいはいはいっていけば、な3発目だけとか多分できると思う。さあ宮さんがなんだろう、まあ、S 剣とかがいいと思いますが、誰かな、誰でも誰でもいいよ。むしろウネガイルがいないと誰を使うのかっていう。そうですね、出た S 剣、やっぱり S 剣、 S 剣、いやーやっぱサブだと人気ですね。簡単ですからね、操作が楽っていうのは本当にアドバンテージですから。いやもうちょっと DJ いるかと。うおー、おいしい、投げにいった。これね、S 剣相当いける組み合わせなんで。いけますよね、かなり。
むしろタイプは届くのなんとアンチパタドクの筆頭までありますね。これは下がり中、おー確かに効く、あれはきつい。バルボクの耐久はね、あれができるだけで全然違いますよね。タッチコーキック耐久、早出しは大切だね、うん、さあ、あっさり、さあ、似たて一瞬だったで、上か上だな、ベア2回転対クレジン川又、ベアさん試合クレジン川又 2P です。川松さんは龍がダメ、クレジンさんは龍ダル、さあバイソンいると煽ったら川松さんがいや剣いるよっていう、はいはい 2P 誰 2P 誰キャラは、はい OK です。ベアさんのバルログ対クレジンさんの S サガット、いやーだんだん分かりやすくなってきましたね。まあそうなりますよね。俺です、俺だけ、俺でバルログじゃない DJ バイソンいないです。さあアッパーカット、アッパーカット、さあとりあえずアッパーカットを置いておく、今日が早い。さあこれは多分、ああ軌道が良かった、軌道がいいと何をやってもダメです。あれは空中で落とすしかない。さあ伸びるアッパーカット、投げる、さーて意外とバルログの方が減っていた、なんだこれなんだこれ、さて川松さんは龍以外はいます。まあ多分剣なのかな、剣ですね。まあ剣って剣の流れしかない。さあバルログに対してもアロアルファは装備されているぞ。膝、川又さんとて膝に頼る、当たり前です。さあ歩き波動、歩き波動で、さあさあて、いやー投げじゃなかった、今日にはいかない、爪を拾う、いやー燃やしてケラー今日いやこれは分からない、分からなくなってきたぞ。さあ膝、膝でもう一回膝、いやー暴れてた、さあもちろん2回転バイソン、さあ剣、いやこれは相打ち、さあ大波動がうまい、繋がってないぞ、
さあちょっと外から踏み込み、ほう、これは運が悪い。いやー、安全なところに置いてあります。これが秩序。さあ大足が入る、ちょっと避けて膝、竜巻からガード。さあまだ踏み込む、ワイエースでアッパー。おお、やっぱりなんか来そうですよね。相打ち、さあ2連続グランド。大足ループする、大足ヘッド、さあ垂直が速くて投げる、抜けてない。大足が置いてあって踏み込んだ。今の何なんだよ今ので。ウネアオバ対ユーズル、私一人です。いや、ウネアオバは 1P。オッケー、どうする、早く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 押せるよ。オッケー、はいはい、 1P 側ウネエスケン、 2P 側ユーズルチンリー。ユーズル君はチュンリー、あーもうバイソンも死んでんのか。さあそして友田さん帰っちゃったので一人チーム、どこまで行けるやらという感じ。さあ踏まされる、オネが S 剣で何をしようとしてるのか。残ったーっと、ここで戦列が入る。この試合勝った方とクレジンカはまた試合なので用意お願いします。すいませんね、今日は長丁場になっちゃいましたが、空立つから飛び越える、目の動きが怪しい、背中蹴りガードできるよ。そして大足、ここはテンションを切り返した、めくってあと一発、中攻撃だと2発。あ、しかし戦列がある状況、戦列ぶっ放した。おーっとタッチキック。さあこれで青葉がここまでバルログ無双していますが、おっと、うまい、この青葉バルログをどう止めるか、これは相当難しい仕事になる。さあ逃げつつゲージが溜まりきって投げる、露骨投げにしゃがみ中盤で押し置き、テーラー、あれで当たっちゃうのか。テーラーもう一丁からの、これはガードになるが、ドット勝っているのはユーズルチュンリー。ハイクローに押し置きしたいがチュンリー難しい。高め、そうなんですよね、チュンリーはあれ安定して落とす技がほとんどない。ハイクローから目表だった、これは青葉が守っている。テラーしっかり待って、苦しい。さあ青葉チーム連戦です。クレジンカはまた 1P 側、青葉ウネ 2P 側で、
ピー側ですね、ワンピー側、青葉さんたちスーピー側で、これの勝者と焼き鳥バイパー試合なので用意をお願いします。キャラは OK、 では始めていきましょう。ワンピー側クレジンチュンリー、ツーピー側ウネエスガイル。さあここまで連れてってもらった感がありますが、ありますね。クレジンがまだ残っている。いきなりこのゲームを始めるときにガルシム強そうって始めるの分かるんですけど、あまりにも難しいので。誰がかガルシムってキャラです。おお、ガルシムはね、最初に使うんだったら別のキャラをお勧めしたいですね。割と普通にコンピューター戦やってもいい練習になるレベルですからね。うん、全部潰れてる。うわあ、れさ、ガイルとチュンリーって、チュンリーが投げた時受け身がなかったら先飛びいける？バイソンは先飛びされるんだ。チュンリーが投げた時ですか？うん、いや、いけないんじゃないですか。いけないか。チュンリーはちょっと早いはずです、起き上がり。あ、バイソンは一番遅いんで。まあそうだよね。さあ川又どうする？剣？剣じゃない。まあ剣じゃないかな。川又剣、これがまた強い。さすがに S 剣、 S ガイルだと X 剣でも全然いい勝負かも。ひっくり返るかもわからないんですよね。まあそうっすね。うん、やっぱ前調整が剣ができるようになっちゃうんで。そうなんですよね。おっと、ウネエスガイルが先手を取る。フライングバロットのビッグチーズこんなん知っとるわ。あれ、今の格ゲーの人たちがバルブグはどうしても強キャラになれない。なれない、うん、今の格ゲーのね、バルブグ4とか5とか、え、4、5の話。そう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 、理由をみんな考えて X のせいだっつって、はい、X が強すぎたから、もうその月をなぜ俺らが払わなきゃいけないのかっていうようなこと言ってましたね。いやー、出なかった。うーっと、これは、うわーいいバズ投げ作です。なんだ今の。ウネオーバー連戦です。焼き鳥ワイパー試合です。ワンピーが入ってください。7、焼き鳥バイパー試合です。ツーピーが言ってください。え、焼き鳥バイパー誰がいんの？ホークいますよね。いや、バイパーさんと、焼き鳥さん両方ともホーク死んでるはず。ウネオーバー、焼き鳥さん X ホークだったから S ホークはありなのか。ウネ君は、ウネ君が S 流とガイル死んでて、で、青葉さんはバルログ残ってる。誰？はい、まあ青葉さんに関しては 100% ガイルですんで。ん？バイパーさん？いや、青葉さんは 100% バルっすよね。バル、S 剣が、S 剣が残ってて、今 S ガイルで勝った。 S 剣死んだわ、S 剣死んだわ。今倒しましたよ。はいはい、1P はウネ X 竜、2P
バイパーベガです。コパンコパンショーパンショーパンジャックパン。さあお待たせしておりますが、これがルーサーズの最後ですね。ベガ、はい、ベガです。ベガまた珍しいやつが飛んでる。あ、バイパーベガ、このキャラはねかっこいいですからね。バイパーさん好きだと思う。あ、それはうわ夜ひどいな。出ない。あーあーあああいや燃える。これエスガイル使ってた方が良かったんじゃねえか。だ意味がわからんと言われている。見てるこっちも困っている。コメントのしようがないですね。コメントのしようがない。さあ背景も青く両キャラとも青い昇竜めぐったそのにぐちゃぐちゃ。何をやろうとしてるの。なんだこれは。中足ダブルにもうガードした。なんで立ってるの。なんでガードするの。ふむこれは上り表記船がかっている。さあコメントはコメントはありません。コメントありませんね。さあ焼き鳥さんも苦笑い。まあ焼き鳥 S ホークになるんでしょう。そうですね。まあこれ最後ですからね負けたら。倉橋長州の倉橋長州残ってて倉橋さんいる。倉橋長州は、3体持ちになりますんで。え、そうなの。もしくは3体持ちでキャラ復活にしてもいいよ。解放、うん、やりすぎかな。いや、むしろ倉橋さんがいるか。倉橋さんいるかどうかさっきまで言ったけどね。結構遅い時間になっちゃったんで。まあいなかったら長州さん3人でいいんじゃないか。確かに。さあこっからどうすんだどうすんだ。いやーどうしようもないんじゃないですかね。なんかやれなんかやる。そうしょうがない、はい、しょうがない。こういうゲームでした。まあうね竜も死亡。うね君もうほとんど使えないな。青葉はバルログ残し、このバルログまだ負けていない。さあ東西戦の後半戦の様相になってきた。いいですよ。おっと右側に方が出て、うーん、そしてうまい。今完璧な下げ止めでしたね。だーバックジャンプを許すがここは我慢。バルロガーもこれ結構我慢が必要なんですよね。バルロガー超大変だと思いますよこれ。普通にちゃんとやると。うーん逃げれた。そうこの相模強パンと立ち強キック耐久ができるとフォークがもう相当許せない。最終的にフォークが前に歩いてトマホークをパンツだけのゲームになります。さあ逃げ出すやつ付き合わないを徹底している。さあどうなる。中足ペチッと、あっと逃げたが減ってるぞ。え、潰れんのあれ。てらバーン。減った減った。倉橋長州お待たせしました。倉橋長州試合です。倉橋さんいる。いる。あ、いた。大変お待たせいたしました。 1P2P はじゃんけんしてください。はい、じゃんけん。じゃんけん、じゃんけんして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 ください。あ、
はい、倉橋さんチームは3体持ちです。3体持ち、うん、どっちが2階だって出てもいいです。倉橋さんは何残ってる？ S 剣以外残ってるのか？倉橋さんは S 剣だけダメ。竜使える、剣死んでる。長州さんは残儀と剣ダメですよね。うん、だから使うキャラがいない。そうですね、長州残儀剣ダメ。勝ったんだもんね。 S 剣勝ってるから残ってます。倉橋さん S 剣って書いてあるよ。倉橋さんは S 剣死んでる。死んでるね。あ、長州さんね。さあこれが最終試合。はいはい、 OK、 ワンケー、 OK。 さあやっと出てきましたね、バイパーガイル。はい、そして対するは長州。バイパーホーク死んでます。両方ともホーク死んでる。 S ホークは残ってる。はい、長丁場ですが、やっとファイナル来ました。長い、もう今日は長いよ。8時半には始めてたんで2時間半。すごくない？土曜日だよ。いや、エゴやるとこうなるんですよ。そうか試合数倍増なんで。倍増ですもんね。さあバイパーガイル、やっと出てきましたね。波動拳が出ないといける。なんかワンピーがレバーがおかしいって話を聞いたんでやってみたんですけど、確かにね、ガイドがないような気がする。波動拳が出ないのはあれ、長州さんの腕のせいですね。そうですね、波動拳は出る。波動拳は出ます、ね。これ S 剣は踏むんですよね、ほとんど。 X よりかなり踏みやすい。踏みやすい。あのジャックハードが遅いんでね。もう強キックにするとほとんど踏みます。うーん、中でも踏みやすくなってるんで。あれさ、地上で技を振ると踏みやすくなるかなって。ほんと、いや、永田さんがね言ってたらしい。うまい。なんか処理が重くなるとかですかね。何のか分かんないですけど、まあ、中田さんのスイッチジャンプを技振るとガードさせることができる。あーらしいんだ。あ、抜けてない。そういうなんか不思議なこともあるんですけど、本当これは分かんないけどね。おっと、バイパーペースだぞ。ゾイゾイゾイ。これはおっと、あー正面。あー、なぜ大昇龍。え、弱昇龍でいいんじゃないの今。そうだね、ダイはガイルには多分入らないかな。あ、ボヒットするらしいよ。ボヒットする。うん、くるって言ってる。じゃあなんか遅めキャンセルにでもなったんじゃないですか。もう、あー、判定が違うせい。なるほど。さあ大将じゃない、これがまだ中堅ですね。倉橋龍、倉橋ここまで S 剣で1回負けただけ。相当なペースで勝ち上がってきている。あー、しかし相手も百戦錬磨だぞ。バイパーガイルの流線は相当やったっすからね。ナイスガード。第5世、あーっとぐちゃぐちゃっていく。さあ下がるスペースがあるが、真空ガードもね、こっから一生守りにはいけないでしょう。おっと踏ませた、でかい。おー、ジャンプ取れた。真空の入力でもしてたんですかね。ああ、そうですかね。もう本当に守り、完全に守りの形に入ったガイルに
真空はなかなか当たんないですからね。当たんないですね。おっと飛んじゃう、全然そこだった。今の決めたスがうまかったおかげでダイヤ手波動で画面端までいった。さあ打ち込んでいく、避ける、ソニック当たる、飛んでくる、倉橋詰めるが、あーっと、ジャンプ中キックにしてしまった。ジャックキックだったらワンチャン死んでた。さあ、ロケン昇竜からのめくり、これを倉橋が取るかバイパーが取るか全然話が変わってくる。真空ねじ込んだ、前回の方向、やはり第五真空といえばこの男うまい。さあバイパーガイルを潰されて隊長焼き鳥 S フォークでしょう。これ終今日電車なんだよな、終電。マジ大丈夫、まだまだあるけど、まだある調べないとわかんない。大将焼き鳥、対するはまだ2体残しの倉橋。さあしかし踏み込みが鋭いところ、お迎えの台風、ここは冷静に様子見た。倉橋 S ホーク戦やってんのか、うめえぞ。勝利しっかりしている、うっぷねー。あーまあそうですよね、最後は真空波動との読み合い。さあ倉橋リーチ、倉橋久しぶりの大会だが、その勝負強さ存分に見せつけている。おっと一人の奇襲をかけるが、このタイミングクラス前飛びしている。うまい、パパ、うわ死んだ。いや通常技では三角落ちません、一応タッチキックだったのということもある。うまい一気投げ、これを許してしまうと一気に画面端、うまい、これはいったか、竜巻1回目で打っていく。いや今のはさあ守りちょっとうまいな今の。さあ焼き鳥を投げられる、端っこ真空どうする、焼き鳥がいけない、相模強パン、優勝は倉橋長州チーム、おめでとうございます。強い、強かった。 S ホーク戦なんでやってんだろうね。というわけで本日長丁場お疲れ様でした。皆さん参加ありがとうございました。やばい、今日も実況しに来て帰るしかないっていう。ありがとうございます。はい、の試合楽しんでってください。お疲れ様でーす。
Thank you.
Oh!
Oh!
Cyclone! 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 Cyclone!
Fire!